はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの竹谷直樹です。今日はね、私たちは少子高齢化を受け入れればいいっていう話をね、していきたいと思うんですよ。少子高齢化は良くないというふうに言われますよ。働く人が少なくなる。で、そして働けない高齢者が増えれば社会がいびつになる。高負担になる。負担をする人が大変だ。いろんなこと言われますけれど。でもね、少子高齢化っていうのは資本主義が成熟化すれば当たり前に起こることだと思うんですよ。資本主義が成熟化してない してもね、二昔前、三昔前ぐらいの世代の人たちが、兄弟7人、8人というのは当たり前でした。僕の父も母も、子沢山の家でした。僕の父は8人兄弟でした。僕の母も7人兄弟でした。そして僕の奥さんの、父親と母親、義理の父と義理の母の兄弟もやっぱり6人7人っていうね、子沢山でした。ほとんどが子沢山の子だった、あの家庭だったんですよ。僕らの親はね。でも、じゃあ僕らの父や母は子供を何人産んだかっていうと、2人しか産まないんです。で、そしてその後の世代の人たちは、ほぼ1人か2人、多くても2人、たまに3人がいるっていう程度で、子沢山の人なんてほとんどいないわけです。それはおそらくね、自分が子沢山の家に育った、で、そして子沢山の家に育ったから良かったと思っていても、実際には資本主義が成熟化してくると、2人が限度だな、2人が産まなきゃいけないなって思ってたんじゃないかと思うんですよ、僕の親は。僕もね、娘と息子が1人ずつ2人いますけど、2人育てましたけどね。でも今ね、子供を1人でも育てるのは大変ですよ。なんでか。資本主義が始まったばかりの時は、子沢山がプラスになりますよね。そして、貧しい、国がね、資本主義を取り入れると安い労働力で済む。先進国と比べて非常に低い人件費で、物を作れますから。日本人のように手先が器用で、職人仇な人が多い国だとね、これはね、資本主義はもってこいですよ。給料は安くていい。真面目に働いてくれる。で、そしてバンバン働いて世界中に、安くていいものを売りまくればね、豊かになる。でも豊かになってくれば、豊かになったで問題になって、豊かになれば人件費も上がりますから、今度は後から追いすがってくるもっともっと安い人件費で雇える人たちと競争しなければいけません。そうすると今度は競争するときになると、どういう競争になるかというと、安さでは勝てませんから、高付加価値なものを作らなければいけない。そうすると全体として安くていいものを作っていくっていうのはもうね、そういうことは卒業しなければいけない。高い価値のあるものを作っていくということになると、働く人たちにも高度な知識や技術が求められる。そこで子どもに教育をする。教育にお金がかかる。そうすると自然と子供は1人か2人、せいぜい3人ってことになるわけです。当然少子高齢化ってのは進むわけですよね。子供の数は少ない。でも老人はたくさんいるわけです。どんどん老人が、増えてくるわけです。そうすれば老人にはお金がかかります。医療費もかかるし、年金も必要でしょう。でも少ない子供たちがそれを支えていかなければいけない。でも、じゃあ昔のように7人産んでください、8人産んでくださいなんてことはまあ
できないんですよ。だから少子高齢化になる。そしたら少子高齢化になることが当たり前なんだから、それを受け入れればいいんです。受け入れた上でどうすればいいか考えればいい。日本人は資本主義の先進国です。だから、ね、いろんな技術やいろんな経験を持っている。だからその経験を生かして、もっと付加価値の高いものを作ったり、働く人たちが減ったら働く人たちが減った分、創意工夫をして、まあロボットにやってもらったり、いろんなことを、工夫して少ない人数でやっていけることをやっていけるように考えればいい。そして医療も無尽蔵にお金を使うんじゃなくて、必要な分だけやってくださいっていう政策に変えていけばいいんですよ。年金もたくさん払います。医療費もいくらでも払います。そんなことやっていたら、まあ国が立ち行かないには決まってますよね。お年寄りはお年寄りで我慢してもらわなければいけません。若い人は若い人で、頑張らなければいけません。あともう一つ大きな問題は、世の中がね、貧富の差が激しくなって、そして子供に、お金をかけれる人、教育にお金をかけれる人、そして能力を磨けた人と、そして残念ながら磨けなかった人の差がどんどん開くということです。高い付加価値が要求される社会ですから、能力を磨いて高い付加価値を供給できる人間に成長できれば、その人の収入は増えます。でも一方で収入が増えた人間はそれだけ責任を伴います。なぜなら貧富の差が拡大していく中で能力をまあ十分に引き出すことができず、まあ社会の底辺に追いやられてしまう人も一定割合出るからです。そういう人たちは確かに何らかの形で国が助けなければならないでしょう。だから自分が教育に恵まれて、親からお金をかけてもらって、能力を高めて、社会に付加価値を提供できる人間になれたら、お金を稼げるようになったら、社会にきちんと納税をするなり、寄付をして、弱い人を助けなければいけないんです。そういったことを、突き詰めていけばね、やがていい社会になる。福祉の力で助けてもらった人たちは、やがてそのうちの何割かは、そこから這い上がって頑張って働いてくれる人になるかもしれない。で、お互いがいたわり合って、いい社会ができるようになるかもしれないんです。私は少子高齢化をね、良くない良くない、ダメだダメだ、ね、怖い怖いっていうことはあんまり意味のないことだと思っています。むしろ資本主義の世の中で資本主義が政治化していたら当然起こる現象なんだ。日本だけではありません。アメリカもイギリスもフランスも台湾もみんな少子高齢化なんです。中国も資本主義を突き詰めていけば少子高齢化になるんですよ。だから少子高齢化になるっていうことを受け入れて、その上で頭を使っていい社会を作っていけばいいんです。何も怖がる必要はありません。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。今日はそんな話です。おやすみなさい。